イミジッジ、イミジッジはオープンソースでパブリックドメインの画像処理ソフトウェアである。Java の仮想マシン上で動作し、プラグインやマクロによる拡張性が高い。科学研究における画像解析に広く利用され、生物学ではデファクトスタンダードの解析ツールとなっている。デジタルカメラで撮影した写真などの画像処理に用いられる写真編集ソフトウェアでは、 誰でも使える直感的な操作性を重視するため逆に内部の演算がわかりにくくなることがある。これに対してイミジッチでは各種画像処理に用いられる数値計算のパラメータがわかりやすいユーザーインターフェースを備えておりピクセルの数値をもとに再現性の高い計算処理を行うことが可である。ユーザーによって書かれたプラグイン群は様々な画像処理 解析の課題に対応している拡張性の項を参照。同時に、その拡張性の容易さゆえ、画像処理の教育の現場でもポピュラーである。また、オープンソースであるため、処理過程をすべて確認することができる。計算過程にブラックボックスがないという点でも科学研究での使用に適している。ソースコードは GitHub で公開されている。最新版 V1.52 は、 1> Java 1.8の VM が組み込まれており、その環境下で作動する。様々な OS に応じたソフトを開発サイトから無料で入手できる。ダウンロードアプリケーションとしてのほか、Java アプレットとしても動作する。イミジッジは、アメリカ国立衛生研究所で、ウェイン・ロズバンドにより開発が始められた。最初のリリースは1997年である。 イミジッチにはその思想的祖先として、ウェイン・ロズ・バンドが開発を行った IH イメージがある。NIH イメージの最初のリリースは1987年の春であり、電気営動のゲルのバンドを定量化することを目的としていた。開発言語はパスカルであった。開発のきっかけはアップル・マッキントッシュ2であり、その拡張性、GUI、グラフィックス、 開発言語パスカルのサポートに刺激を受けた、エ東ンロズバンド自身が語っている。この早々期の NIH イメージでは、ドラム式スキャナにより画像を入力し、ジョイスティックを使ってロアの設定を行うというインターフェースであった。ニヒマゲは動作環境が MacOS のみという制約があったため、サンマイクロシステムズが Java 言語をリリースしたことをきっかけとし、90年代、 後半に Java 仮想マシン上で動作するイミジッチが思いされその開発が始まった。メニューの外見、構成は NIH イメージの多くを継承し、その機能も引き続き科学研究に適した特徴を有している。NIH を退職したウェイン・ロズバンドは2015年現在でも自宅から日々開発を続行しており新たな機能を追加し続けている。 16ビット整数グレースケール、32ビット不動小数、グレースケール、および24ビット RGB、32ビット磁場、カラー画像を編集、解析、画像処理、保存、および印刷することができる。同時に、処理できる画像の数は、物理メモリの搭載量および OS のアプリケーションメモリ空間の制限に依存する。より詳しい解説は、 イミジッチユーザーガイドを参照のこと、Java プラグインや記録可能なマクロによる機能拡張が可能である。イミジッチが内蔵する Java コンパイラを用いて、撮影、解析、画像処理などの様々な追加機能を手軽に自作し、プラグインの形で導入できる。世界中の研究者が各自の用途に合わせて独自のプラグインを開発しており、 これらの多くが、イミジッチホームページにて公開され手軽に入手できる。優秀なプラグインは正式版の機能に加えられることも多い。様々なプラグインを、あらかじめ同梱したパッケージも何種類か配布されている。中でもメジャーなのは、フィージーである。イミジッチのコマンドは500ほどであるが、フィージーでは900ほどになる。豊富なサンジ元画像解析機能の他に、 プラグインの自動アップデート機能やスクリプティング機能、ジョバスクリプト、ジャイサン、ジャルビー、ビーンシェル、クロジャー、イミジッチマクロとオリジナルのエディタが特徴的である。2018年からフィージーは、イミジッチの後継となる通称イミジッチ2の開発チームが融合し、事実上、イミジッチ2の配布プラットフォームともなった。イミジッチ2は、 フィージーのチームが開発してきたイムグリブ2を中核としており、スクリプトやプラグインを書くことで、その多様でジェネリックな機能を使いすることが可能である。イミジッチを使って解析した結果、画像を論文に掲載する際には、論文に次の引用を行うことが推奨されている。ダウンロードは無料であるが、こうした形でのクレジットが助成金を得て開発を続やるために、今後も 必要となる。以下のリストは比較的古い内容である。これに限らず日々新しいプラグインが公表されているので目的に応じて検索することをお勧めする。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。